何してるの？鏡に向かって話しかけてたの？戦え戦えって。何と戦うの？戦え戦えって2回言ったってことは2回戦があるのかな。ねえ、戦え戦えって言ってたんだよね。黙ってちゃわからないよ。普通はそんな一人で喋ったりはしないと思うんだ。その髪型かっこいいと思うよ。私は頑張って無造作に見えるような努力が伝わってくるし。何しに来たんですか？何って話しに来たんだよ。私は確信してた、君がヒストリアを犠牲にすることはないって。君と焦燥感を共にしたつもりだった。でも君がなぜ単独行動に出てわからない。もうヒストリアはどうなってもよかったのかい？俺はいつでも好きな時にここを出られる。当然思想を持つ俺を殺すこともできない。俺は潜水の巨人を食いました。え？この巨人の能力は武器でも何でも生み出せるわけです。つまりどれだけ深く固い地下に俺を幽閉しても無駄だってことです。つまりハンジさん、あなたに何ができるって言うんですか？教えてくださいよハンジさん、教えてくださいよ。エレンのエッジ、未だに反抗期かよバカ。エルヴィン、あんたの唯一の失策だ。なんで私なんか団長にしたんだよ。もしジークと同じ目的だったら。信頼できる他の誰かを巨人にしてエレンの始祖を継承する選択だ。